これより会議を開きます。衆議院規則第101条第4項の規定によりまして、委員長が選任されるまで私が委員長の職務を行います。これより委員長の御選を行います。委員長、浦野康人君。動議を提出いたします。委員長の御選は投票によらないで、安岡沖春君を委員長に推薦いたしたいと存じます。ただいまの浦野康人君の動議にご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって私が委員長に当選いたしました。この際一言ご挨拶を申し上げます。ただいま委員閣議のご推挙によりまして、引き続き委員長の重責を担うことになりました。委員閣議のご指導ご協力を賜りながら、公正かつ円満な委員会の運営に努めてまいる所存でございます。何卒よろしくお願い申し上げます。これより理事のご選を行います。委員長、浦野康人君。動議を提出いたします。理事はその数を8名とし、委員長において指名されることを望みます。ただいまの浦野康人君の動議にご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって委員長は理事に、赤澤良生君、大塚拓君、中谷玄君、原田義明君、福田峰之君、篠原隆君、浦野康人君、大口義則君、以上8名の方々を指名いたします。次回は候補をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。